はい。ってことで今回も前回に引き続きメガドラミニ2でエイリアンソルジャーやっていきます。前回めっちゃ無理やり中途半端なところで終わりにしてたけど、その続きね。前回はステージ10のボスに苦戦してたところで終わりましたが、今回はステージ10のボスを倒せたところから見ていきます。いや、いきなり落っこちてますけど、開幕ゼロ移動爆走を決めたかったのでそこはいいんです。まあでも確かに初撃でめっちゃ相手の体力削れたわね。残りはホーミングでちまちま削っていくだけです。お、なんか敵弾もちゃんとカウンターフォースで体力回復に変えられてるわね。ここまであんまカウンターフォースうまく使えてなかったんだけど、こいつにしごかれたおかげでちょっとコツが分かってきました。よかったわね。正直ここでだいぶ心折れそうになってたんだけど、これでなんとか持ち直しました。まあでも結構時間かかったのでまたちと早送りです。でまあだいぶギリギリでしたが、こんな感じで勝てました。いや本当にギリもギリじゃない。なんなら途中やられたかと思ったところもあったくらいですが、何か。いやなんなのよその言い方は。まあとにかくこれでようやくステージ11に進めました。で瀕死だったんですが、途中にライフ全回復して、さらにライフの最大値を少し上げるアイテムを取って1名を取り留め、ボスまでやってきました。これまた立体感のある動きのボスね。ああ、ほんとどのボスも動きすごいよな。グラフィックの書き込みも細かいし、さすがトレジャーって感じよね。正直ウプ主にはスーパーイージーでも難易度高すぎる感じなんですが、自分の目で先が見たいがためにやられまくっても何度も挑戦したくなります。それだけ魅力的なゲームだってことね。これ好き。だからそれやめなさいよ。まあ生粋のメガドライバーさんたちからしたら今さら何言ってるんだと思われるかもしれませんが、幼き日にメガドライバーになり損なったウプ主さんとしましては、これはテンション上がります。セガがメガドラミニ、メガドラミニ2と出してくれてよかったわね。ここに来てどっぷりセガセガしい気分に浸れて嬉しい限りです。いや何よセガセガしい気分って。てかここ数年セガ関連のものにお金使いすぎな気がするんですけど、気のせいです。いや気のせいじゃないのよ。まあとにかくステージ11のボスはこんな感じで回転して風を起こす感じのやつで、これだけだったら大したことないかと思ったんですが、しばらくしたら様子が変わってなんか強制スクロールになりました。途中から逃げるボスを追いかけるような感じで戦わないといけなくなるのね。急に難しくなりました。でまあこの後はあっさりしぼんぬしまして、その後いろいろ試してみたところ、こいつはランサーで戦うと良さそうだということに気づきました。おお、なんかめっちゃ一気に削れてるわね。ただ威力はすごいんですが、割とすぐにフォース切れ起こすから、そこはちょっと扱いが難しそうです。威力が高い分エネルギー消費が激しいわけね。でまあここはランサーでゴリ押ししてたらってな感じで、割とあっさり倒せてしまいました。本格的に強制スクロールし出す前に倒せたわけね。ってことでお次はステージ12です。ここも引き続き足場の悪いところを進んでいきますと、ボートが見えてきまして、なんかクマだかネズミだかわかんないけど、ぬいぐるみみたいなやつが助けを求めてました。お、なんか可愛いわね。そしてこいつがボートを動かしてくれるみたいです。今度はボートの上で戦うのね。そのようだな。でまあこのまま少し雑魚と戯れまして、ボスのご登場です。ボスともそのままボートの上で戦う感じなのね。これはまた戦いづらそうだな。いやなんか今度はボスに捕まったし。いやーさよならクマだかネズミだかようわからんぬいぐるみみたいなやつ、君の死は無駄にしないよ。いやさらっと死亡判定するんじゃないわよ。てかこいつめっちゃ攻撃激しいんですけど。確かになかなかなスピードで腕ぶん回してきてるわね。これ揺れるボートの上でうまくかわすのめっちゃむずいぞ。もうすでに瀕死ね。そしてここで動きが変わりってな感じでやられました。これはヤバそうね。この後しっかりここでハマりました。全然勝てる気配がないわね。正直ここでもちょっと諦めかけたんですが、どうにかなったのがこちらです。お、でもどうにかなったのね。ずっとホーミング2つとランサー2つの組み合わせで頑張ってたんですが、試しにフレーム1つ入れてみたらゴリゴリ削れました。てか説明書に書いてあったんだけど、ランサーはメカ系の敵に強くて生物系の敵には弱いみたいで、逆にフレームは生物系の敵に強くてメカ系の敵に弱いって感じみたいです。武器は敵のタイプによって相性があるってことね。
って仮説明書に書いてあるんならもっと早く気づけたでしょうに。見落としてたんだから仕方ないやろハゲー。だから誰がハゲよぶん殴るわよ。まあとにかくここもこんな感じでクレーム一つ入れたら割とあっさりいけました。武器もよく考えてセットしないとダメってことね。ああだんだんとホーミングだけじゃ厳しい場面が増えてきたな。ってことでお次はステージ13です。お、ようやく足場がちゃんとしたところになったわね。うん、でもなんかここも強制スクロールみたいだな。こいつなかなか厄介ね。うんこいつ嫌い。嫌だからすぐに語彙力を捨て去るんじゃないわよ。でもまあここの雑魚敵はこいつしか出てこないみたいで。ってな感じでそのままぬるっとボス戦になりました。ここは特に道中短い感じなのね。まあステージ12がちょっと道中長めだったのでバランスは取れてるんじゃないかと。でここのボスはなんか殻に覆われてるようなやつでめっちゃ硬かったです。うん、威力の低いホーミングじゃほとんどダメージ入らないみたいね。でまあ一度やられまして。もう一度頑張ります。いや結局武器またホーミングばっか持ってきてるし。いやほら位置的に攻撃当てづらいところに弱点あるからやっぱホーミングでちまちま削るのでもいいのかなと。まあでも一応レンジャーっていう4方向に弾発射できる武器も一つだけ持ってきたのでそれも使いつつ頑張ります。うん、こっちの方が若干与えられるダメージ多いけどホーミングとそこまで変わんなそうね。うん、なんとなくだけど武器うんぬんじゃなくて単純にこいつが硬いだけな気もするな。でもまあこのまましばらく攻撃してたら。ってな感じで殻が砕けて中から本体が飛び出してきまして。今度は羽が生えました。あれね、ガみたいなやつだからさっきの状態はサナギだったってことね。ってことみたいだな。で、成虫になったらサナギの状態よりは硬くないのでそこそこダメージ入るっぽいです。で、なんか鱗粉撒き散らしてきやがったんですが、鱗粉食らうとしばらく周りが見えなくなるみたいです。これはなかなかやりづらいわね。で、あとは幼虫をばらまいてきたりもするんですが、幼虫は倒すと結構たくさん体力回復落としてくれるのでここまで来ればあとは時間との戦いなだけって感じでした。そういえばこれ制限時間あるのね。まあでもスーパーイージーでプレイしてる分にはそこまで時間を意識する場面は多くなかったような気がします。でまあまた早送りしますが。ってな感じでどうにか時間内に倒しきることができました。まあでも意外と時間残ったわね。ああ、思ってたほどは時間ギリギリいっぱいではなかったかな。ってことでお次はステージ14なんですが。ここは明かりのないステージみたいで、自分の武器の光で周りを照らしながら進まないといけないようです。これまたトリッキーなステージね。まあでも平坦な道にちょこっと雑魚が配置されてるだけだったのですぐボス戦になりました。ここも道中だいぶ短いわけね。でボス戦もあんま視界の良くない状態で戦う感じで、ここでも2回くらいやられはしたんですが、視界は悪いけど動きは割と覚えやすい感じだったので、ここはそこまで戦いづらいって感じではなかったです。そうなのね。ってことでこれでステージ14もクリアとなりまして。お次はステージ15です。まだ暗いところが続く感じかしら。うん、どうやら今度は暗闇の中をウェイウェイと登っていくっぽいです。なんか落ちてきてるわね。ああ、落ちてくるものを避けながら登っていけってことみたいだな。あと横からレーザーみたいなのも来てるわね。まあでもここも道中だいぶ短いのでもうボス戦です。なんかひまわりをブロックしたようなボス来たわね。うん、フレームがよく効きそうな感じのボスだけど今持ってないのでとりあえずホーミングでペチペチしときましょう。でまあこいつは刺さると体力がじわじわ削られるトゲが地味に嫌でしたが、それ以外はあんま強くなくてそのままサクッと倒せました。ここは道中短めでボスも弱かったってことね。ああここはちょっと箸休め的なステージだったな。ってことでお次はステージ16です。でここではいきなり巨大なハエみたいなやつに掴まれて飛び立たれてしまいました。こいつは足場も兼ねてるって感じみたいね。うん、細かい雑魚も飛ばしてくるしこれまたなかなか戦いづらいな。でまあこの後一度やられまして。武器を全部ホーミングにして動きに集中して極力落ちないように気をつけてハエを倒しましたら。ってな感じでなんかクモの巣に引っかかり、ボス戦突入です。でもちろんボスはクモ型のやつだったわけなんですが、出てくるなりいきなりハエの頭にむしゃぶりついております。ヒーグロイ。あーうぷ主さんもこれ見てめっちゃゾワッとしました。しかも離れるとちゃんと頭が食われた状態になっているという芸の細かさよ。
うん、こんなとこまでしっかり書き込まれてるわけね。でまあそんなインパクト抜群なボスだったわけなんですが、強さ自体はそこまでではなかったので割と余裕を持って倒せました。うん、ここはあんまり何度も見たくないから一回で倒せてよかったわね。うん、本当に。まあでも 2D でここまで虫の気持ち悪さを表現できるのはやっぱすごいよね。まあそれはそうですけれども。ってことでお次はアクト2最後のステージ17なんですが、ここは開始直後からいきなりレーザーで狙われます。ここは道中は敵は出なそうね。ああ、しばしレーザー避けてるとすぐボス戦になります。でここのボスがイプシロンセカンドの片割れであるイプシロンファーストだそうです。いや形も大きさも全然違うんですけど。うん、説明書だとイプシロンセカンドと似たような姿でイラスト載ってるんだけどその姿ではゲーム中には登場しないっぽいな。てかウプ主はプレイ中はこれがイプシロンファーストだとは気がつきませんでした。うん、まあもうちょっと説明欲しいところよね。まあでもエイリアンソルジャーは開発当初の予定通りの完成を見ないままリリースに至ってしまったらしく、サイタイガー戦以降のストーリーは特に明記されないまま最後まで行ってしまうようです。そうなのね。まあこの辺のことはど素人のウプ主がやたらなこと言って間違ってても嫌なので詳しいこと知りたい方は各自でお調べください。ただストーリー面を抜きにすれば間違いなくむちゃくちゃ完成度の高いゲームだと思うので遊ぶ分には何ら問題ないかと思います。まあ RPG やアドベンチャーゲームじゃなければそこまでストーリー気にならないしね。あとは勝手に脳内保管するので問題ナッシングです。でまあそうこう言ってるうちにやられてしまいまして。その後も激しい攻撃になかなか対応できず結構手こずりました。うん、確かに攻撃激しいわよね。まあでも何度か戦ってどうにかなったのがこちらです。お、とりあえずどうにかなったのね。じゃまあここはアクト2の最後だしちょっとゆっくり見ておきましょう。でこいつの弱点は頭なんだけど、両足にシールドみたいなのがついててそこに攻撃が当たると弾かれてしまうので、今みたいに相手の攻撃の隙をついて両足の間からランサーでブスッとやっていくのが良さそうな感じでした。ランサーがよく効くみたいだけど結構細い間を通さないといけない感じなのね。うん、攻撃激しい上に結構動き回るのでなかなか狙いづらいです。フォース切れてるわよ。うん、武器チェンジしないとな。いや武器チェンジしてるとこ撃たれたし。そうなんですよ、このゲーム武器を選択してる間もゲームが止まるわけじゃないので素早く切り替えないと武器選んでるうちにボコられます。武器変えるタイミングはよく考えないとってことね。まあ上手い人ならその辺考えなくても反射的に瞬時に切り替えられるのかもしれませんが、ウプ主さんにはどうしてもこの武器選択と攻撃モード切り替えがなかなかうまくできませんでした。そういえばほとんど攻撃モードの切り替えしてないわね。うん、正直だいぶ早い段階で移動攻撃モードは捨てました。いやそれでいいの。今のところどうにかなってるので案外固定攻撃モードだけでもなんとかなるんじゃないかなと。まあどうしても移動攻撃モード使わないとダメそうなところが出てきたら移動攻撃モードも使います。ってことでそうこう言ってるうちにイプシロンファーストに余裕勝ちできました。いやどこが余裕なのよ、だいぶ紙一重の勝利じゃない、紙一重だろうがなんだろうが勝ちは勝ちです。はいはいわかったわよ。ってことでこれでステージ17クリアとなりまして。この後はなんか演出が挟まりました。アクト2の終わりだから演出入った感じかしらね。多分な。いやてかなんか地球とやらが爆散してますけど。うん、ストーリーは脳内保管するから問題ナッシングとか調子いいこと言ったけど、まさかの急展開でここで嘘んって思いました。そして誰よこれ。多分黒幕っぽいやつなんだろうけど何者かはちょっとわかりません。ってことで演出終わってステージ18にやってきました。ここはまた別の星ってことよね。うん、なんかウィキペディアさんによると公開されてる裏設定では地球、火星、月の順で進んでくらしいです。ってことはなんか緑豊かそうなところだけどここが火星ってことかしらね。うん、テラフォーミングされた火星って感じなのかな、わかんないけど。でまあここからアクト3に入っていよいよ終盤に差し掛かってきたわけですが、今回はここまでにしておこうと思います。いやまた次に持ち越すんかい。いやほらこのまま最後までやるとまた長くなりすぎるし、それにざっくりアクト1、アクト2、アクト3って感じで3つに区切れるからいいかなと。まあ私としては何でもいいですけれども。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.